どうも、世界初のラクダの教会の神父様の右膝と左膝です。一人ぼっちずです。さあ、江添さん、はい、今日はカラオケに来ております。はい、なんで呼ばれたかビクビクしてるでしょ。はい、カラオケに集まろうとしか聞いてないです。そうなんです。今日は炭酸一気飲みカラオケ鑑賞鑑賞そのかん、うん、そんなことがあるあるんちゃう。まあだから歌いきれってことだよね。そういうことです。ゲップ我慢カラオケをしてもらいます。はい、まあ音源は流せないみたいなんでね。はい、著作権上で、うん、なんでか知らんけど、うん、なので私はこのコーラを、私はメロンソーダ。なんかちょっと少ないな。炭酸が、泡の指紋でいっちゃった。なるほど、なのでやっていきましょう。はい、歌う直前にこれを一気飲みして全部歌えたらよっしゃよっしゃ。さあ、どっちからにしようか。行ってよ、リーダー。じゃあ、私から、右膝から行かせていただきます。その設定ずっと続けるの、今日。いや、もうやめとこう。もうやめとこうか。切るかもしれないし。なんなら。うん。じゃあ、僕は水平線を歌います。バラードや。嫌いやね。バラードでギップはいただきます。バラードでギップ大丈夫やで、台無しになる。おお、頑張れ。もうこれ全然始まってるよな。うん、デリリリリリリリみたいな、あんまり聞いたことないんだけど。音ないからな、入りむずそう。歌をさせていただきます。あ、できるだけ嘘はないように、どんな時も優しくあれるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように、正しさを別の正さでなくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる、悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて、光って、あなたはそれを見るでしょう。意外と出ないね。うん、ゲップ。大丈夫大丈夫。誰かの悲鳴が隠れている、耐える理由を探しながら、いくつも答えを抱えながら悩んで、あなたは自分を知るでしょう。いけてまうんじゃん。いけてまうな。もうここまで出やんかったら出んやろ。これ出んな。うん、どうしよう、ちょっともうちょっと序盤に出て面白くなるかなと思って、叫んでいる。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる、悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて、光ってあなたはそれを見るでしょう、あなたはそれを見るでしょう。
ありがとうございました。いけてどないする終わりです。この企画。終わりです。2杯もか。え ?2 杯もだから、1番歌って、うん、2番でも飲もう。2番までの伴奏で。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと生きちゃったら意味ないんですよ。うん、せっかくさ、バラード選んでさ、うん、台無しにしようと思ったのに。台無しにしようと思ったのに。生きてもうたら、ただのバラードもしかしたらお前が得しかもしれへんから。そうだね、俺が一旦一杯で歌おうか。俺がゲップ体勢あるんかもしれない。うん、ちょっと頼むわ。めちゃくちゃただの俺の水平線。確かにな。ああいいじゃない。ドライフラワーとか歌っちゃうかな。ドライフラワー歌いますよ。いいね。あ、喉でこつってないよ。飲みました。あ、やばい。もうちょっと。あ、出てきました。なんで、なに？え？出た。出てもらった。あ、出てました。あ、出てました。待って、これ。お前がゲップ体勢あるだけ説あるわ。今のちっちゃいのもうあの出す準備もしてなかったからグラーってもうならんかった。でもなんか変な声こういう音かと思ったけどを取り直して歌い切ったやつと一文字も歌わんかったやつ、間が欲しい。間が欲しい。ちょうどうまい時にゲップ出してほしいのよ、うん、サビ入りますで、そうそうそう、いやしたいねんけどな。ちょっとメロンソーダの方が炭酸きついんじゃないかと思って。じゃあでも成功に。あ、成功に立場上やな。それでは入れまーす。お前もうゼッカバカバやん。ちょっと歌うのしんどいぐらいの歌だった方がいいんかな。の方がいいんちゃう。ちょっと高めで。うん、高めじゃん。激高や。シンデレラボーイ。激、そもそもでって。まあいいか。まあいいや。目的そこじゃないか。目的別に歌うことじゃないか。ゲップ出すことが目的でもない。それじゃあ、まあ、いきなり歌からじゃなかったっけ。それだけ。じゃあ分かっていても心が追いつかない、体はシンプルなのね、男ならなおさらね、ああ夜中はもう連れちゃいたいのに、ずっと傷つけられてばっかだったのに。誰気飲んだんですか。シンデレラボーイ、レジを回って腕の中で私を泣かせないで、気づかないふりをしてそのままつけるタバコが大嫌い。いけるわ。好きって言わんで愛してもないのに、瞳の奥私を捕まえて、気づかないふりをしてそのまま騙されてあげていたの。歌えてどうすんねん。なあ、俺病気なんかな。横隔膜強すぎて結構抑えれてもうてるやん。俺赤ちゃんやったらこれもう大問題よ。本来我慢できる。
ひんはずやねんけどな。本来がエゾエみたいになるはずやろ、うん、歌い出すまでに出ると思うねんけどな。ドライフラワーリベンジするわ今かもうドライフラワーリベンジね。若ちゃんぽちゃぽなるでかいわ。夜のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ。なんかおる。喉に。喉に。明日幸せな日で二人きりの部屋でさ。なんかおる。喉になんか。成功してもうたし、でもエゾは歌い切りたやろ。で俺ももうゲップ出したい、うん、途中で、うん、歌い切りたいねんけど、うん、飲みたくないもう歌のチャポチャポこんな頻度で飲みたくない。じゃあちょっと一発タバコ吸ってほいで、そっから今やなんで今出せんねん。そっからまた、最後3曲ぐらいはやっていこう、うん、やっていこうとか、まあ俺は途中でゲップ出すわ、もう、うん、出すなんて、そういう、あれじゃない、我慢するもんか我慢するもんやから説得力ないやろさあ、気を取り直して、ラストチャンス。激しいのとかに激しいのか完全感覚おろドリーマー。そして僕は完全時給のフリーダー。うい完全感覚ドリーマーを歌います。飛びます。ああ飲む勢いはゲップ出るやつの勢いやねんけどな。分かんない。歌の外でばっかりゲップしてる。これで出やんかったらもう俺は病院に行ってくるらしい、うん。炭酸一気に飲んでカラオケしてもゲップ出ないんですけどって。何にも言われへんと思うけど。そうですか。そうなんだね。え、どうなんだっけ。First time losing feelings。Will we make it better or just stand here? Mama said we can end it, then we can give it now. 何かもつきゃそうというさ、完全感覚クリーマーが僕のなさ。We'll say it, we'll say it. You can go free number one. 喋っとこう。まるでゲットレスティックのに。Every station we. Every station って何？
格撃停車。格撃停車。これからぶっ壊してさ、完全感覚今。完全感覚今。しんどいから、前奏ちょっと長かったりしやんかな、この曲。長くなかったっけ。ちょっと、その曲存じ上げない。最近流行りの、最近でもないか。何て読むの。オーバードーズ。オーバードーズ。ナトル。ナトル新一。本当は勝ってた、いけないことだったって勝ってたのに、この手をすり抜けるゼブラインめっちゃの言葉が形になる体調悪いな。危ない、出るオーバードーズ、君と二人やるせない日々解像度の悪い夢を見たい。オーバードーズ、君と二人甘いハッタリ Don't stop the music daddy。 おぉ、うんうん、以上終わり。おっしゃおっしゃ、これ気持ちよく二人歌い切って終わろう。オーバードーズ、君と二人やらせない日々解像度の悪い夢を見たい。オーバードーズ、君と二人甘いハッタリ Don't stop the music daddy。 オーバードーズ、君と二人わからないけど変に今の悪い嘘でもいいから、どう君と二人甘いハッタリ Don't stop the music daddy。 あと一回あるだけや、あと一回あるだけや。このメガネのやつは動かへんねや。 Don't stop the music daddy。 最後は変態っぽかったけどいけた、よっしゃ念願かなって。いけた。もう PV は動く時代終わったやな。終わった。もうこれでいくんや。うん。さあ。お手本くっさ。めっちゃメロンソーダの匂いする。もうえらい我慢してんから許してくれよ。あ、よかったよかった。うん、ということで、俺なんて言ったっけな、最初人類初のラクダの教会やったっけ、なんか違う動物やった気がする。ラクダやったな、ラクダ、うん、ということで、人類、うん、一人ぼっちでした。